のです。えてとこの方、十字屋コーヒーさんですが、あの小売り大手のイオンが、あのえー、赤字が続く傘下のスーパー、ダイエーを2015年1月1日付で完全子会社にすると発表したと、で東京証券取引所第一部のダイエー株は14年の12月26日で、えー、2014年ですよ、はいで、上場廃止となると。 いうことですよね。で、大英の全国の店舗を18年度までに日本グループの別のスーパーに順次転換する方針も説明しましたと。大英の看板は姿を消すことになりますよということですね、はいで。かつて流通日本一を誇った大英がイオンの参加になって、今はね、いつかこう、天命をしょ、えー、天命、 消えるのではないかと思いましたが、ついにそれが現実になってしまいましたということですね、うん、大阪在住の私もかつてあの京橋の大英によく買い物に来ました、それから大英ホークス、優勝時はあの優勝記念金をもらいに列に並んだことが懐かしく思い出されます、本当はバファローズファンだったんですがとか。 とということですねイオンとダイエーって、でも今までも、うん、いあの株主だったんですよね、いだからなんですかね、あのはい、買い物は、私、どっちも買い物をするんですけど、えー、あの仲良しというか、ね、非常にあのどちらやって言いたくなるような、はいあの、電子マネーもお互い相互に使えるし、うんるね、イオン系の電子マネーとダイエー系の相互。はいはい も使えるし、それからプライベートブランドも、両方どっちのスーパーでも売ってるんですよ、あれ、どっちなんでしょうね、どっちなんでしょうね、どっち側も使えるようにやっているわけ結局、トップバリューと、それからベストプライスは、どっちの方が安いんだとかね。 <laughs> それを私に言われても、その時その時だと思いますし、あとあと電子マネー、どっち使った方が得なんだとかね、あ<ー>いうのはあったんですけど、これがまあ、だから一本化されるわけじゃないですか、こう、大英のその名前そのものも消滅へっていうことになるわけです,、はい、ううですよね、ちょっとイオンになっちゃうってこと、はい、うんだから、どういうふうな展開するかっていうのは、また分かんないと思いますよ、はい、それは。ね、だかからその、えー、とどっちかっちていうと、えー、私の 感想ですよイオンってほら、郊外型の店舗多いじゃないですか、大きな店多いですよね、ダイエーっていうと、大きいんだけれども、駅前とかでやってるじゃないですか、そういうこともあって、そのやり方をどういうふうに住み分けするのか、だから新たな展開として、イオンのなんとかという新たなブランドみたいなものを作って、それでダイエーの旧店舗を使うというようなことも考えられるわねということですよね。 ハートポイントはどうなるんでしょういや、そんなこと言われてもすみません。使ってないものはよくわからないわけなんですが。<笑><笑>あれを使わなかった私はちょっと残念だなと思うのは、はい、さっきはダイヤの優勝っていうのがありましたよね。はい、そうそうそう。あの、1999年に日本一になったんですよね。はい。王監督が日本一になったらどう、胴上げされてましたはい。はい。えー、確か中橋さんもあの時胴上げされたんじゃないかと思いますけれど、はい えー、一応私その時実況してたんです。あそうなんですか。はい。えー、と C.B.C. のテレビはあのくのさんがやってましてね。はい。ラジオは私がやってまして。はい。次の日のあのテレビの全国ニュースでは、うん、あのえっと優勝シーンの、えー、実況は私のが使われてました。おうおう。はい。 あの結構、さっきのあの柳沢さんの時、この勝利の女神話じゃないですけどあの、結構こうポイントポイントの。はい。あの歴史。でも相手は秀吉だったんですけどね。歴史の殺し合いとか、美味しい試合はちょっとこう塩見アナウンサー。取っていこうと。取ってることがありますね。そうですよ。AB 型ですから。血液型は関係ないと思うんですけど。はい。そう、英にも B にもなるというね。良くも悪くも出るんですけれども。はい。 ありますよね、まあ、取っていくときは取っていくという。そうなんだ。はい。それがなくなるということで、ええー、トビオ、あの、銀林さんもね、ああ、あの、私のところにも、あの、大英来たときは、大英来たんだと言ってて、嬉しかったですね、とかね、うん、ええー、それは30年前の話ですよ。ええー、それから、まあ、あの、大、え、英、ー、株主カス株レ法論家さんもね、あの、中内さんが、あの、 安心大震災の時にやっぱり大英があって良かったと言っていただいた時にはそれが本当に嬉しかったですというようなことを言ってらっしゃいましたよねとかね。はい、あとそれがピンピンだらいさんはあの業態違いますが最近ではソニーの無敗化の,あの話題になってますよねということがありまして、うん、やっぱり常に企業というのはどん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 こう新しくしていかないといけないというか新しいものを打ち出していかなきゃいけないというようなことがあるんでしょう。だからこれイオンにしてもこう大英をじゃ一緒にする。 ということによって、どういうふうな展開を見せるのかということが、今後の株価にかかってくるんじゃないかなと、ダイエっていう名前、私、関西出身なんで、余計になるかもしれないですけど、とっても身近だというですね、もともと関西出身、関西発祥ですからね、ねだから名前がなくなるっていう、ちょっとい、寂しいななんて思ったりしますけどね。そうですよねはい 何にしても、じゃあこれからあとどういう展開をするのか、はい、ここのところをちょっと見せていただきたいなと。そうそう大変なポイント早く使おう。うんはい